こんばんは、ウプ主に代わりまして高橋がお送りします。地波で行くスプロケット、第2回です。早速2つ目のシナリオ、デューンをやっていきます。このシナリオは砂漠戦です。なお、前回から2つ、修正が入っています。1つ目は車体の形状が間違って、回収後のものになっていたのを、初期型の形状にしました。2つ目は、旋回方法をクラッチブレーキ方式にしました。地波は超新地旋回できないようなので、こちらが正しいようです。地波は砂漠での実戦経験はありませんが、実戦で砂漠戦があったとしたら、どうなったんでしょうね。地波のエンジン出力ではとてもこんな砂丘を乗り越えられる気がしないですけどね。やっぱりこの距離では当たっても抜けませんね。貫通はもう少し上げようと思ったのですが、距離 100m で M3 スチュワートの側面 25.4mm が抜けなかったのが史実のようなので、直射で 25mm の貫通力は妥当な設定だと思います。作戦失敗、退却だ。ちょっと時代的に早いですが、新砲塔の地波を投入します。 47mm 砲は本来 80mm の貫通力がありますが、ここではデバフがかかって 60mm となっています。では、地波界で再挑戦です。味方が強すぎて、仕事がありません。圧倒的ではないですか、我が軍は。砲塔正面も楽々抜けますね。まあ、地破壊の方が1世代格上の戦車になるので当たり前ですが。作戦成功だ。次のシナリオ、サイレントボーダーは、夜間に地雷原の一本橋を渡って敵の陣地に突入する作戦です。敵陣には対戦車砲が据えられていて、見つかると袋叩きにされるという、作戦とは言えない万歳アタックです。なおこのシナリオから対戦初期の時代設定になります。このシナリオ、本来は重装甲の戦車でクリアするのが正攻法なのでしょうが、そこは地波なので仕方ありません。この小屋のどちらかに対戦車砲が隠れているので、慎重に探しています。いました。ですが相打ちになってしまったようです。装甲のなさは数で補います。対戦車砲の場所は発砲してもらわないとわからないので、あえて身を晒して挑発します。ちなみに敵の対戦車砲は夜間にもかかわらず、初段から命中させてきます。ゴルゴ並みの射撃精度です。
再び相打ちとなりました。次を出します。次からは味方の屍を盾にしながら反撃していきます。よし、カウンターで仕留めました。しかし、こちらも利体を切られたようで動けません。この機体は乗り捨てます。今ので対戦車砲は片付いたはずなので、いよいよ突撃します。出口には障害物が置いてあります。これの名前を調べたのですが、チェコのハリネズミというんですね。知りませんでした。チェコで最初に作られたみたいです。これ結構厄介で、乗り上げると完全に動けなくなるので、減速して丁寧にどかす必要があります。ここを越えるとボス戦車が待っています。丸裸にされたボス戦車は硬いだけなので簡単に潰せます。勝利は目前です。ちなみに地雷原ですが、地波の機動力だと地雷の爆発を無視して駆け抜けることができます。攻めあぐねていろいろ試しているうちに気がつきました。これでダメージがないのが謎です。ただし抜けた先で対戦車砲にやられるので作戦としては使えません。次のシナリオはレールウェイ。線路を挟んで草原で撃ち合います。相手は対戦初期の同格戦車となります。敵戦車は砲塔がクロムウェル、車体マチルダのキメラ戦車です。なので砲塔なら貫通できます。地派にとっては逆の組み合わせの方が嫌な相手ですね。こいつはボス戦車なので側面と背面しか抜けません。こっちは当たれば即死なので、両線からチラチラ攻撃します。数で押し切った感はありますが、地波でもこの世代の戦車なら十分戦えるようです。はい、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。